アリアです。メイラです。ピンク、ラテ、ティー、ビ、始まるよ。イエーイ。はい、今回は福袋紹介です。イエーイ。ついにね、この季節がやってきました。もう福袋の季節です。楽しみや。今から紹介していきたいと思います。どうぞ。この中が10点入っているので5点5点紹介していきます。この福袋は店舗限定の11,000円です。税込み11,000円です。じゃあまずこの物類をメラが紹介したいと思います。じゃあまず最初に帽子。おお、キャップ。キャップすごいシンプルでどの服にも合いそう。めっちゃ可愛い。これ可愛い。黒って何でも合うし、うん、何でも合うからいいと思う。次、靴下が2足あって、長めの靴下と、白の紫のハートがついてる靴下。かわいい。一日使える。なんか白とかワンポイントだから、学校とか使えそうだよね。あ、そうだね。学校とか使える。うちもお出かけとか、寒いから、長い靴下は活躍しそう。白と黒とか使いやすいから、靴下も。タオルも入ってます。かわいい。めっちゃネイラちゃん似合いそう、このタオル。めっちゃかわいい、このタオル。かわいい。クマさんが。ユミベアだ。あ、海のね。めっちゃかわいい。ユミベア。かわいい。色が紫好きだから。めっちゃネイラちゃんっぽい。めっちゃかわいいタオル。使えるよね、そのサイズって。学校とかにも持ってきる。体育の時とか。そう。で、最後に、トートバッグ。おぉ。かわいい。さくらんぼ。え、かわいい。めっちゃかわいい。さくらんぼ。これ絶対学校で使える。ね。めっちゃ使えそう。トートバッグ欲しいから。で、どこでも使えるよね。うん。どこでも。めっちゃかわいい。水色です。かわいい。これさくらんぼかわいいよね。さくらんぼ好き。さくらんぼかわいい。さくらんぼ。で、小物5点も入ってるのすごい。そう、5点も入ってる。小物が5点と、あと服が5点入ってる。はい、合計で10点。あとちなみにこの袋もついてるから、この袋も入れたら11点です。じゃあ小物類はこんな感じでした。じゃあ次、アリアはお洋服を紹介していきます。あ、上なんかな。白。白、かわいいね。かわいい。いい。裏地がすごいモコモコ、モコモコっていうか、あったかい生地。白です。ここにもロゴがあります。なんて書いてんだ。ちょっとわからないけど。こういう白のやつって何でも合わせやすいから可愛いね。可愛い。1点目がこちら。で、2点目は、あ、これも上の服です。なんかこれすごい可愛い。なんか前が黒になってるけど、白はチークで変形デザインですね。可愛い。なんかちょっと後ろの方が長い。このデザインがすごい可愛いです。あ、これフードが。フードついてます。可愛い。え、これレナと同じ。よし、2点目はこんな感じ。3点目。これはズボンかな？レギンス？ラインパンツ？ラインパンツです。ここにラインとピンクラテが入ってます。この生地いいよね。なんか普通に涼しい生地だし。使います。3点目はこのパンツでした。4点目は、お、スカートだ。かわいい。かわいい。チェックのスカート。チェックのスカートは普通にかわいい。ここにピンクラテのロゴが入ってて、普通にチェックのプリーツスカート。すごく、なんでも合いそう。はい、お茶です。え、ほんとにありがとう。最後の5点目ですね。え、アウターです。すごい、黒、白、紫の。かわいい。アウター。え、これなんかすごい裏がモコモコしてて、あ、待って、これってさ、あれじゃない？リバーシブルかな。リバーシブルになってそうですね。ほら、リバーシブルになってます。すごい、かわいいね。かわいい。白かわいい。5点も入ってるし、しかもこのアウターも入ってるっていうのめっちゃいいよね。めっちゃいい。コーデいろんなの感想ということで、この福袋を使っていろんなコーデをね、2人で組んでみたいと思います。では、今からコーデ組みます。どうぞ。
はこんな感じです。このコーデはスポーティーなコーデになってます。このパンツは動きやすくてストレッチが効いててすごいいいなって思いました。トップスは白でパンツは黒、モノトーンコーデで落ち着いた感じになってるんですけど、この上着の紫が入って少し明るくなったんじゃないかなって思います。でこのタオルもすごい可愛くて、私ダンスを習ってるんですけど、この格好でダンスもできちゃうんじゃないかなって思います。バイバイ。コーデはこんな感じです。はい、このアリアのコーデのテーマはちょっとカジュアルガーリーっぽい感じで一緒にお出かけしようっていうコーデです。まずこのトートバッグがすごく可愛くて、コーデのワンポイントの色味としてプラスしても可愛いし、これを持つことによってお出かけ行ってきますみたいな、お友達と新大久保デート行ってきますみたいな感じが出ます。上はちょっとボアみたいな感じのアウターなんですけど、すごい可愛くて白のモコモコが、これがちょっとガーリーらしさがありつつ、中はちょっと黒で引き締まってみて、ここにフードもあってちょっとカジュアル感を出しました。スカートはピーチスカートのチェックで、これもちょっとガーリーカジュアルっぽい感じになってます。靴下もこの福袋に入ってたちょっと長めの靴下を履いてみました。ちょっとスクールガールっぽいコーデにもできるし、まあ、お出かけにも使えるよっていうコーデです。以上、アリアでした。バイバイ。私たちのコーデどうでしたか？ふむふむ、よかったよかった。ありがとうございます。はい、このアリアのコーデもその福袋に入ってるし、ネラの着てるコーデも福袋の中に入ってます。なんといっぱい入って、もう10点もこの福袋の中に入っています。しかも袋もついてるし、すごく可愛いです。で、そしてお値段はですね、税込み1万1000円です。で、10点も入って1万1000円は素晴らしい。このアウターとかもすごい可愛いし、アリアのコーデとかもベラちゃんのコーデも全部入ってるし、アイテムもいっぱい入ってるので、皆さんぜひゲットしてね。あと詳細は概要欄に書いてあるので、そこもチェックしてください。予約したいコメント待ってます。いっぱいコメントしてね。じゃあ皆さん福袋ゲットしてください、はい。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。